さあいいところにつけましたね。上目インナーの上目みたいなね。またこの感じ。あのさ、なんかさ、なんか考えてます。なんかこんなコークまたやる。そしてどうなんのよこれまた。さっきの鈴木康太とのコークもすごかったですが、伝説のコークねありましたが、鈴木徹、ここはあっさり上でしたね。さあ知野真澄先行の501でゲームスタート。さあ20には絶対の自信がある鈴木徹。絡んで刺さってくる。さあトーンとここで痛恨のロースコア。ここ一気に行きたい鈴木徹。ここはお互いが牽制してますね。そうですね、フェイスブックはマンダーさんじゃないですね、はい、櫛引選手、吉野選手の対決。ここで20。そしてもう1本。さあ76、上がり目がないので知野選手は削っての相手のミスマッチってところですかね。さあ57で91本、76残りは20から60決まれば8ダブル、16トップですね。16からのトップ、ここは是が非でも決めたい。決まる。いやー、先行の501を鈴木がブレイクですね。さあそしてクリケット。ましたが知野選手、ここチャンスですね。19から大きく加点したいところ。そしてカットに行く。さあ19からの加点、1投目、あっと先がっと、そしてこれもダメですね、こういうねイージーミスはね。ダブルカット決めた気になってたんですね、もったいないですね。今日はそういう日なのか。おバックットからのトリプル絡める、ビッグですね。準決勝レース7、100% から蓮沼慎一さん、岡野智和さん、立川で取ります。あー、弾かれましたね。ダブルカットからの17、トリプル決める、もう1本いく、ビークラウン、さあ知野真澄、厳しくなってきたか。少しねずれてきてますね。さあ3本できっちりとカット、ここはベッド。そしてしてきた。さあ知野真澄エンジンかかってきたか、少しね出だしが悪かったんですが、ここに来てエンジンかけてきました。ところがさすが鈴木徹、嫌なね、嫌なじゃないですね、ちょっと悪い顔しましたね鈴木徹がね。さあインナーから、さあ知野真澄代名詞、インナーオール、ほら来たー、見事。これわざとインナーのタイミングのようなダーツをしてるんですかね。さあ17加点ですね。さあトリプル絡めてきて、さあどうする、もう1本、うん、ナイス。さあどこまで迫れるのか知野真澄、みんなほら来た。さあこれはもうインナーでオーバーしかない。カモン。はい、インナーで終わらせた。鈴木徹強い。そして知野真澄先行のクリケット。いやいや、このレベルはまずいでしょう。さあサイドに回って、さあサイドからトリプルに、引き続きお呼び出します。レンジ4 IT1407 小松孝之さん、森健一さん、小松孝之さん、森健一さん。レンジ51504古谷翼さん、加藤康さん。1524大沢春子さん、奈良。 さあここでオーバーしてきました。さあ速報吉野櫛対ですね。いやーオーバーカットしっかり決めてくる。これはちょっと鈴木徹強すぎか。 先締め、知野真澄の先締めナインマーク。お待たせしました。追加のレンジ3スピンスクワーテン彦良太さん、リンク所沢店伊藤修さん、河合和美さん、足掛けております。いやーこの絡みつくフライトとダーツとシャフト。 アンラッキーですね。さあ一石二鳥、しかもインナービッグラン、知野真澄一石二鳥作戦。省エネ真澄、さあそして知野真澄ブル一本、これ分かんないですね。鈴木徹先行の501、しかし鈴木徹は絶好調な20、鈴木徹エリアとも言われてるんですね。20がありますんで エリア20、1投目がワンボールでした。 決めてきます。隙がないですね。ミスがないですよね。さあそれを上回らないといけないのが知野真澄。さあ57決めたい。 回る。隙がない鈴木徹に対して知野真澄が若干リードしてます。いやーこれ決めてくる140。さあ知野真澄6本で6本で。 さあ90残りきた。さあ121、これは難しい数字ですけどね。あーこれは11トリプル決めて日八14ダブル。さすがこれはお見事、これは見事に鈴木徹決勝進出です。天を仰ぐ。いやー、緊張が解き放たれた最高の瞬間だと思います。それでは CM どうぞ。